先生、先ほどね、今代謝物を腸内細菌が作るとおっしゃったんですけど、代謝物って具体的にはどういったものですか？腸内細菌の代謝物ってまだ僕らも知らないものがあるぐらいたくさん作ってるんですね、うん、いろんなの作ってるんですね。でただ、まあ、やっぱり一番有名なのは短鎖脂肪酸っていう言葉があるんですけど、うん、はい、いわゆるカーボンの C があまり連なってなくて、うん、2個3個4個という短い鎖のような脂肪酸が非常に有名で、酪、うん、酸、プロピオン酸、酢酸と、はい、これはもう三大巨頭のように三大炭素脂肪酸で有名 で、はい、で特に今我々は長寿の研究の中から酪酸というのにすごい注目して今研究をしたり、炭素脂肪酸の中の酪 酸、そうですね、今まで乳酸とか、ね、乳酸、そうそう、まあ、酢酸は知ってますけど酪酸って言われたらへーっていう感じ、うん、じゃあ酪酸をいっぱい作る腸内細菌っていうのもやっぱりいるんですね。これはどうも日本人に多いんじゃないかと思っていてですね、私たちが京丹後の人たちと京都市内の人たちを比較しても、同じ日本人でも長寿の地域では酪酸酸性菌が多いんじゃないかっていうので、うん、今から3年ぐらい前に論文で発表したのがなんとなく話題になって、うん、そうですよ、先生のねご著書にも結構ありますもんね。でその後酪酸そのものを、あるいは酪酸酸性菌そのものを研究する、まあ、基礎の研究先生方がたくさん酪酸の役割を研究していただいたおかげで、今やっぱちょっとこう皆さん注目されるね。ね、はい、じゃあそこで先生、酪酸酸性菌っていうのが酪酸を作るわけじゃないですか。じゃあ私が酪酸酸性菌をいっぱい取ったら酪酸を作ってくれるっていうことにはなるんですか？酪酸酸性菌が酪酸を作るためには餌が必要。じゃあ酪酸酸性菌も取りつつやっぱりその餌も食べなきゃいけないっていうことですよね。例えば食物繊維から直接酪酸作るのって、うん、ものすごいいろんなステップがあって大変なんですけど、はい、隣にいるビフィズス菌が乳酸を作ってくれると、うん、はい、乳酸を利用して酪酸作ることは簡単なんですね。隣近所の付け合いそうなんです。だから酪酸酸性菌をサプリメントとして取る、うん、ということもまあ重要ですけども、うん、それ以上に自分自身のお腹の環境を大事にしておくというか、うん、いい腸内環境にしておくということが大事で、総合的に酪酸が作られてくると言われています。じゃあやっぱりサプリメントだけで菌を入れるっていうのももちろん大事は大事だけれども、その腸内細菌の餌になる高発酵性の食物繊維、まあ、ルミナコイドとかをいっぱい食べるっていうことが大事になってくるってことですね。餌がないと元気に働かないってことですよね。そうそうそう、じゃあその酪酸酸性菌とかそういうものが作られて、そうすると腸はやっぱきれいになるってことですか？酪酸の単独の作用かどうかは難しいんですけども、うんうん、炭素脂肪酸っていうのは、まあ、大腸を一般的にきれいにするっていうか、うん、活性化するとか、うん、数年前にものすごく面白く傷を早く治すっていう論文書いてるんですけども、腸内の傷、まあ、糜爛ができやすい、はい、あのところなんですけど、はい、それを修復を促進する作用があるんじゃないかということを論文で発表してるんですけど、そのように、まあ、きれいな方向に向いていく、あるいは、まあ、炭素脂肪酸の作用として重要なのに免疫を分泌するとか、うん、今コロナの時代ですから、うん、IgA を分泌するとかいうのはいろいろあるので、はい、おそらく炎症を抑えたり傷を治したりする作用は炭素脂肪酸、酪酸の中にあるっていうのも分かっています、ね、先生、私身をもってこれ体験したことがあるんですけど、あの私2年に一遍内視鏡を知ってるんですね。で前にやった時が、私今子供がいるんですけど妊娠する前のものだったんですね。でその時はやっぱりまあちょっと仕事も忙しかったりとか、うもうストレスもあったりして、その時は内視鏡を飲んだ時に、まあ別にポリープとかはないけどちょっとビランって書いてあって、そんなに自分の中ではあんまり気にしなかったんですけども、まあそれが出産して、あそうだそろそろやらないとなって思っていて、やる前に私ここ最近先生のご著書を読んだりとかルミナコイドに出会って、結構そういうものを意識して取るようにはしてたんですね。それをしてから今年内視鏡を久しぶりにしたんですよ。そしたらヴィランはなくなってて綺麗だから、もうあと 3,4 年しなくてもいいよぐらいのことを言われたんですけど、じゃあそれは私が意識して取るようになったことは関係はゼロではなさそうですよね。まあそうですよね。医学的にっていうか消化器内科の間ではクリーンコロンって呼んでるんです。コロンって大腸なんですね。綺麗な、はい、クリーンコロンを目指すっていうのはすごい大事で、うん、
クリーンコロンになれば3年から5年は検査しなくていい、うん、しなくていいって言われました。考え方ができてるので、うん、クリーンコロンって大事なんですね、うん、やっぱりなんだかんだ言っても食物繊維によって出てきた直接じゃないと思いますけど、うん、発酵性の代謝物が人の体に働いて傷が治ったり粘液が増えたことによって内視鏡で見たら綺麗に見えるかどうかまでは難しいですけど、多分そういう影響はあるんでしょうね、うん、それを見てあやっぱり私食生活いいんだと思ってちょっと頑張ろうっていう気にはなったので、もちろんね目で見えるかどうかは別としてもやっぱりそういう腸の粘膜のものは炎症は抑えられるっていうことはもう論文的には分かってるっていうことで、それが目に見えるヴィランが本当に変化するかどうかまではまだ研究の、段階っていうことはあると思うんですけど、最近僕らの専門は炎症性腸疾患とかに専門にしてるんですけど、これで治療して治ったなっていう人でもですね、酪酸産生菌や酪酸が調べると低い人は、はいはい、その後再発したりするんですよ。やっぱりあの内視鏡が見ているのが全てではなくて、そこに隠れてる腸内細菌のデータっていうのはそういうところでもこれから活かされていくと。そうか、じゃあそれはやっぱり病気になるっていろんなことがあるじゃないですか。でそれで万が一なったとしても治療をして綺麗になった後はそれで終わりじゃない、今までの多分治療って綺麗になったので1年に1回内視鏡しましょうねで終わってたのが、これからはじゃああなた再発しないようにこういった食事をとってくださいとか、こういったまあサプリメントを飲んでくださいっていうことはあり得るってことですね。間違ってたら困るんですけど、うん、活動期はやはり便っていうのは悪さしますから、はい、栄養的には食物繊維を控えよう、特に不溶性の食物繊維を控えようということになって、どの教科書を見てもどの栄養の本に見ても炎症性腸疾患には食物繊維はダメって禁忌って書いてあるんですけど、実は治った後の腸内環境を維持したり腸の粘膜を元気づけるためには僕は特に水溶性発酵性の食物繊維というのは僕は必要だと思ってて、実際僕ら治った患者さんに対してはもう積極的に取っていいですよというようなことを説明しています。だからそこが難しいところですよね。よくいろんな病気を食事だけで治すっていう方もいらっしゃるんですけど、病気はちゃんと医療で治す。でその後のマイナスをゼロにしてそれをプラスにしていくのは食事だよっていうから、これはきちっと分けないといけないですね。私が例えばインドに行って下痢とかした後はでもそれでも元々の私の腸内細菌に、戻るよっておっしゃったと思うんですよね。でもよく巷では善玉菌を増やすとか悪玉菌を減らすっていうふうに言っていると思うんですけど、それってどういう感じなんですかね。腸内細菌の量を何で測るかということでだいぶデータが違うんですね、遺伝子だけで見ているとあまり菌が増えた減ったっていうのは見にくいって言われてるんですね、で昔からやっていたその培養をしてですね、腸内細菌の菌層を数えたりというのは実は本当は正しいんだろうって言われていて、ひょっとすると今の遺伝子ばっかし見てるような検査ではなく本当に菌がどれぐらいいるかっていうデータを組み合わせていくと、さっき言ったように例えば善玉菌が作る乳酸であったり酢酸であったり、そういう弱酸性の環境というのは、いわゆる悪玉菌の増殖を抑制するというのは僕はもう昔ながらの研究で証明されていますから、遺伝子のレベルではなく菌数とかいう、あるいは菌の活性化という面ではちゃんとそういう作用は僕はあると思っていますね、じゃあ私が持っているその遺伝子、こういう腸内細菌がいますよっていう中での悪玉菌っていうので、そして善玉菌っていうのはやっぱりあって、でそれが善玉菌が増えることによって悪玉菌を減らしたりっていうことは、そこは変わらないっていう、これはもう正しいということなんですね。やっぱりその日和見菌っていうのもいて、これがやっぱり腸内環境が悪くなってくると悪玉に加担してくるっていうのもじゃあそれも当たりなんですね。そういうのは昔からずっと研究されてきてですね、それも当たり前のベース、プラス日和見とか悪玉の菌っていうのの遺伝子がだんだん分かってきただけで、その遺伝子の私が持っている細菌層っていうのは変わらないけれども、その中のあれは変わるってことですね。菌の中にはいろんな遺伝子がありますよね、僕らの体も一つの遺伝子ができてるけど、手を動かすものもあれば、口を動かすものもあるように、菌の中にはいろんな遺伝子があるので、どこがうまく活性化するかによって作ってくるものも違いますから。違ってくるんですね。例えばクロストリジウムというか、僕らの世界では院内感染を起こす悪い菌のようなイメージだったのに、いつの間にか酪酸を作るグループだということで、クロストリジウムクラスターがいい菌というふうになったんですけど、これって悪さする遺伝子といいことするのに違うので、どの遺伝子が動いてどういう代謝物ができるかということが今はもうこれから非常に重要な時代なんで、ぜひ悪玉菌善玉菌の時代から代謝物を測って健康にいいかどうかというような時代にこれから移っていくじゃないですか。なるほど、じゃあそれがやっぱりさっき先生が言った酪酸を作るものが好きな菌だったらこういう食事をした方がいいっていうことが分かってきて、だから食事が大事だっていうことが分かるってことなんですね。